こんにちは、カノトウさんです。カノトウさんではですね、次回公演が決定しています。カノトウさんボリューム22いいなずけ陰陽師、9月25日の金曜日から27日の日曜日まで梅田のヘッポホールでやっております。これはね、陰陽師の話なんですけども、まず当主阿部のハルカスが死んだっていうところから始まるんですよ。まあ、このコントもあるんですけども、知ってるというかな。はい、その続編というか、そこからすごく膨らませて作った、まあ、90分とか100分ぐらいの、話でございます。ダメな家族の話ですね。自立できないバイトに乗ります長男、過去の恋愛忘れられない瞳の綺麗な次男、東京モード学園に進学したいと希望する三男、はい、をはじめとする、まあ、いろんなダメな家族のメンバーたちが出てきて、もうとんでもない人になるぞっていう話です。はい、そうですね。チラシをまんま引き伸ばしたポスターがこちらで、こちらがですね、ちょっと梅田とかに貼ってあるのでですね、ぜひとも発見したらちょっと柱とじまり撮っていただきたいなと。そうですね。あとアフターイベントが各回ありまして、まあ、これはホームページとかブログとか見てくれたらいいんですけども、例えば、25日金曜日は安子仏の世界っていう、佐々木安子さんが仏の世界を思うさま表現するというイベントだったりとか、まあ、そういう各回いろんな楽しいアフターイベントもありますので、ぜひ来てください。はい、ですね、料金はですね、前売り3000円、当日3500円、はい、学生高校生から2000円というお値段になっております。こちらポリッチで、予約していただくか、 E プラスで買っていただくか、メールが電話をいただいたらちゃんと予約しますので、ぜひよろしくお願いします。では皆さん、お待ちしてます。